はい、どうも、哲学とです。今回は9月26日に発売されたばかりの、ナインスドーンリメイクというね、アクション RPG で遊んでいきたいなと思います。ちょっとね、ディアブロライクな、部分もある、ゲームみたいなんで、まあ、早速ね、ちょっとやっていこうかなという感じですね。はいはい、このゲームはオートセーブ機能に対応してますと。ね、で日本語もね対応してくれてるんで、まあ、そこも遊びやすいかなという感じですね。なんかディアブロライク以外にもバンサバ系のね、ミニゲームとか、あと、スレイザースパイヤー系のこうなんていうのかな、デッキ構築型のね、ローグライクみたいなカードゲームも楽しめるらしいんで、やっていきましょう。髪型あるけどさ、もはやどれ選んでもって感じだけど、これにしていっか。はいはい。髪の色。明るくないとちょっとわかんない。肌の色。これでいいか。まあやっていきましょう。そしたらこれはね、戦闘スムーズに始められる優しめの難易度、ストレスのないプレイ体験を求める人、まあ周回要素があるんだったらな、まあなんか簡単な難易度の方がいいかなって気もするので、モダン高い、クラシック低い、高いがいいね。お宝タイプデフォルト、通常のプレイに合わせたアイテムを宝箱から、獲得する。あー、プレイセッションごとにランダムに選ばれたアイテムから宝箱 から獲得する。これいいね。シード値とかあるんだ、ランダム。はい、この設定で作りましょう。ローカルマルチプレイもできるんだ。へえ。一応なんかコントローラーも対応してるっぽいんで、一応挿してはみたんですけど。おお、こういう感じか。まあ、普通にクリックでやっていきますか、まずは。あー、殴ってね。とか。これか、あれか。WASD なのか。調べる罰。ローリングで、樽を壊せる。なんかちょっとクロニコン的な感じだったらいいなとか思いながらちょっと始めてみたんですけど、これは？あー、この、これかな？あー、なるほどね。はいはいはい。ちょっと謎解き要素的なものもあるよと。持ち物から装備するように。はい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 。オークの杖。ああ、これいいじゃん。シルバー。HP ポーション。
すべて獲得ってあるのね。はいはいはい。で、オプションで、あ、オプションでこれ出せるんだ。合わせてないじゃん。あ、やってますね。普通に WASD でやってった方がいいかな。はいはい。エスケープ、これは？装飾、装備品。あー、こういうことね。指輪、腕。そういうことね。はいはい。死後に蘇生。あ、利き手か斧。740。攻撃力9。こっちの方が良さそうだね。で、ベスト、これ何に使うんだ。で、あと指輪。おお、こんな感じか。お、なんか出るようになった。これは、あー、マップが出るようになるのね。リスポーン地点を起動させると倒された時にそこでリスポーンできる。リスポーン地点を設定したと。ここもなんかギミックを解いてやらなきゃいけない感じなのか。
ネリーハクスラっぽいね、濃さがありますね。このポーションはこっちつけらんないの？ああそういうこと？6が最大スタックなのか。そういうことかな。あ、7になるじゃん。肉。壺を壊すゲームとかしてる。お、街出ましたね。お、おいあんた、その顔かなりのカードゲーム好きと見た。あ、早速来た。あそこにいるカードマスターに話しかけりゃ面白いもので遊べるぞと。よし、こうしよう。カードダンジョンを一つクリアしたらいいものをやる。クリアしたら声をかけてくれよと。この人かな。あ、違う。ワイデン。あ、これは？やら冒険者。商品を見ていくかい？買い物をする。ポーション。パン。ようこそ遊戯場へ。デッキ6個遊ぶかね。はい。あー、冒険で見つけたマップを探索する。ランダムタワーモードやってみる。タワーレベル1。黒魔術師。ここでやってみるか。おお、こういう感じね。あー、古い本を、あ、ゴールドで買いますかって感じなのね。いや、これは？おお。あ、これね。
AP が足りない。ああ、そういうことね。で、治療師。終了だな。はいはいはい。全ての敵にダメージを与えるがいいかな。すべてのチャンピオンにプロテクトをかける、付与する。あー、でもポイントも高いんだ。これでいいか。鍵を手に入れた。あ、やっぱりそういうことね。あ、これ。こういう系ゲームが好きな人だったらハマるかも。スレイザス、スレイヤースパイ、スレイザースパイヤーか。とかね。こっちかな。まあ、でも割とまだ危なげなくいけるかな。攻撃は 25% ある。で、こいつで来ると思うんだよな。よし、なんかいけそうな気がしたんだよね。14ダメージと11シールド。ああ、これ何与える。これいいじゃん。5を回復する。だけど5ポイントか。
これいいんじゃない。いざという時に役立ちそう。はい、こういう感じね。ステータスを付与する 25% 上げて、確実に仕留めてった方がいいよな。どうしようかな。全ての敵にダメージを与える。
よし、ボス戦ですね、第一層。あははは。カードゲーがおもろいな。17ダメージを与える。これにしようかな。よし、2層まで来ましたね。最大 HP が30増える。どうしようかな、まあ、こいつに4ポイント与えてプロテクトで、
え、よし、倒した。あ、これ使えないのか。やべえ、そういうことか。
3ダメージでとりあえず。あ、当たった。OK。これいいなぁ。でもなぁ、攻撃力が 50% 上がるのあるからなぁ。これいいか。AP 移して。プロテクター入っていくかな。
よし、倒した。割と長めなのね。よし、防ぎ切った。倒しましたね。カードをドローし、AP をゼロにする。これいいんじゃない？カードの数増えてくると、まあ、候補増えちゃうからあんまり微妙だったら、残すっていうのも手だね。こう食らうな。
まカード増やさない方が良さそうな気もするな。じゃあこのさ、急にダメージを与える。全ての敵にっていらないな、なんか。え、これどういうこと？リスクなしかいい。た
間経過による何かはないのね。よし、ボス戦。おお。すべての AP を他のチャンピオンに移す。うわー、すごい。すげーシールド貼るじゃん。どうしようかな。なんかこれあれだね、効果説明みたいなの欲しいね。プロテクトは何で、シールドが何、まあ、シールドはその値だけダメージを取ってくれるんだろうけど、
1個しか行かないのか。よし、倒したミッションクリア。あー、こんな感じなのね。いやー、ミニゲームだけでもむちゃくちゃ楽しそう、これ。割と、なんだろう。ミニチュアなのかと思ったな。そんなことはなかったです。で、おい、あんた。え？あ、ダンジョンをクリアしたらか。タワーじゃダメなの？そういうこと？報酬。あ、カードでダンジョンクリアする。技量の豆物、巻物。これは？プレイヤーも能力、能力か。これを何、こっち側に入れんの？違うな。特性。これね、技量が上がるってことね。やった。そなたはこの村の良き若者じゃろ？頼みがある、来なさい、話をしよう。近頃この辺りで奇妙なことが起きておる。魔物が増えているばかりではない。エルモンドの行方が知れぬ。エルモンド？さよう。エルモンドは北の、村の北にある灯台の場忍者。いつもは毎日村に顔を出すんじゃが、ここ一週間は姿を見せておらん。灯台を捜索してくれ、何やら胸騒ぎがする。灯台へはどうやって行ったらいいの？そなたの魂は強く輝いておる。ここから北へ向かい灯台まで行け。はい、行ってきます。北行けばいいのね。なんかコントローラーが効かないんだけど、何これ。コントローラーやらしてくれない感じかな。はいはい。あ、でこれあれだよね、ファストトラベルの先、旅のせい。パパッと別の場所に飛ばしてあげるよ。でもまずは飛んでいける場所を解放しないと。探検してファストトラベル地点を解放したら力になれるから。ファストトラベル地点を2つ見つけたら教えてと。はい。預かり所？
ああ、こういうのね、置いとけんのね。なるほど。モンスターのネバネバ。なんか誰かいるけど。ねえ、知ってる？ここで釣りができるの。あなたもやってみたら、普通とは少し違うけど、多分釣りの概念が変わると思うわ。これ何なの？これね。釣りやりましょう。穏やかな水域。ミミズ剣士、魔導士。ああ、これね。いわゆるバンサバ要素ね、これが。意外とマップが狭いな。シルバー獲得量 30%。
敵を倒すとこんな感じね。あーなるほど。へえ。バンザバ要素ありみたいな感じね。唐突にダンジョン来ましたけど、あレベルアップした。あ魔法の杖がレベルアップした。技量の巻物。魔法杖ボーナスなのか。技量。ペットモンの卵ゲコゲコ。あ、カエル。あ。ペットモンの防御力かける2とかあるんだ。
で、ペットモン自体はこっち入れられるの？入れられないよね。は？ペットモンを選んで。あー、なるほど。これあれなのかな？孵化させてないやつじゃなきゃダメなのかな？そういうこと？可能性あるね。このゲームに必要なのはチュートリアルかもしれないね。ここを開いてあげると何か変わるのかな。マップを持っていない。ここにマップありそうですね。あ、スライム洞窟。なんか北に行けって言ってたよね、さっきね。人間にペットモン強くね。これでもあれかもな。割と楽しいなとは思ってるんだけど、人によってはこれ割とあれかもしんない。微妙な印象を持つ可能性もありますね。私的には結構楽しそうだけど。スライム洞窟。お、魔法の杖のレベルが上がった。カエルがレベルアップした。特性？あ、警防具とかあるんだ。
トモはどこ行っちゃったの？なんかあいつ落ちてない？ああ戻ってきた。割と手下強いやん。で、ここの、まあ、とにかくギミックあったら開けろってことだよね。カエルがレベルアップした。ライム洞窟割とでかいね。さっきこっち側行ってたのかな。斧がレベルアップした。インベントリはこんな感じなのね。なんか素材とかあるんだけどさ、これは？HP は回復済みみたいな。これ落下するとあれなのね。能力オーブを手に入れた。能力オーブ。あ、これね。ああ、MP とかね、HP とかね。
むちゃくちゃあんじゃん。パッシブ、一時強化、能力、回復魔法。へえ。東大ね。これさっき来たとこか。あ、復活リスポーン地点はそこがファストトラベル的な感じでもあるんで、飾り、ファイルがガンガンレベルアップしてるんですね。まったりやっていくゲームとしていいかもね。スラ要素あり、バンサバありみたいな。東
マップを入手することで、どんどんなんかどんどんカエルが強くなっていますけど、そのカエルより絶対強いよね。こいつ強い、なんか手に入れた。ね、遠距離ボーナス、おースキル XP が上がる。同じか。あ、てか能力値。ああ、ダメだね。まだ3だから。
ち側から行かなきゃいけないのか。これ多分あれだよね、さっき来たとこだよね、こっち側が。うん、そうだよね。じゃあそうですね、もうちょっとやるか。何これ、敵復活するんだ、こうやって。まあええけど、宝箱の中身も復活すんのこれ。そんなことはない。ここかな？あれ？違うんだよな。
じゃないのかな。下行けんのか、さらに。いや、行けないな。M 何 M?M? ああ、こういうこと?はい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 。これだから右側行くんだよね、多分ね。ああ、でもこっち側はもう行けないよってことね。側ですね。人間豆みたいなの落ちてっけど。一応ここも素材みたいなのが入ってんだよな。あ、でここは閉じてるよってやつね。マップキーを押すとマップが出ますっていう。これ大事だね。迷ったらそれだね。まあ、ギミックがあるんでしょう。若干ね。これは返金案件かってちょっと思いましたけど、まあでもこれだったらまあちょっと続けてみようかなって気もしてきましたね。もうちょっとやり込んでみてさ、どんな感じかやってみるのも悪くないという気がしてきました。モンスター育成要素もあるしな。
あ、ペットモンの卵来た。カエルなのか。え、これってことじゃないの？あ、違うのか。せずしてなんか召喚ビルドになってるけど、エルモンド、エルモンド、その姿は霊なのか、聞こえるか。冒険者よ、わしを探しに来たのか。ああ、長老ガルデルの頼みで。何があった？恐怖、化け物、暗い影、何もかも瞬く間に。いつものように沖合見張っていた。気がつくと、闇の帳が降りてきて光が消えた。わしの魂は引き裂かれた。ここはどこだ？わしはまだ生きているのか。何か恐ろしいものが迫っている。頼む、皆を助けてくれ。待て、何を見たんだ。え、死んだ。目の前でエルモンドの霊魂がこの世から消え去った。なんと不思議なことか。フェルリーに戻り、ここで起きたことを長老ガルデルに伝えるべきだと。能力を。お、トロッコが。ああ、なるほどね。これで能力オーブとかもらえるんだ。なんかさ、今下のところにさ、こっち側行ってないけども、下の灯台のさ、これもどこかにあるのかな。なんとなくなんだけど、この道中のところを行くのかな。そんな気するよね。このトロッコに乗らないで、関係ないのか。関係なさそう。ペットモンね。
オロをクリ。話してきたで。戻ったか冒険者、エルモンドについて何か分かったか。悪い知らせだ。エルモンドはこの世にはもういない。機械の力に襲われたようだ。なんと恐れていた通りに。気の毒なことじゃ。エルモンドは良き仲間であった。ことの真相を探らねばならん。何か手がかりはあるか。幽霊が言い残したことを、長老ガルデルに伝える。長老ガルデルは頭を曇らす。顔を、曇らせたが、その様子からすると、このことを予期していたようだ。ついにこの時がやってきてしまった。この大陸の危険、大陸に危険が迫っておる。それを食い止めるために、できる限りのことをせねばならん。あいにくこの務めは、そなたしか果たせぬ。何をすればいい？ここから南西にあるアガリアの村に知らせを届けるのじゃ。そこに、エウリフォスという、あの賢女がおる。そなたの力になってくれるだろう。ここで起きたことを話し協力を仰ぐのがよかろう。アガリエはどうやって行けばいい？南の道を進め、そなたを通すように門番に伝えておこう。ゴブリンが住むゴブリン集落の洞窟は危険に満ちておる。入念に準備をするのじゃ。アガリアへの道は決して平坦ではない。マスターよ、礼を言う。そなたは、自ら進んで手を差し伸べてくれと。大抵の者は矜持を避けたがる。そなたの労をねぎらうためにこれを授けよう。無事にアガリアへたどり着かんこと。持ち物にアイテムが追加された。おお、ペットモンの川のワンコあるね。竜の翼。フロストショット、アイススパーク、コメットシャワー。あータルコ足のコツ。これ取っとこうかな。割と樽よく壊すからね。あ、一発で壊れるようになった。いいじゃないですか。はい、そしたらそうですね、次回はこの続きからやっていこうかなと思います。今回もね、実況を見てくださった皆さんありがとうございます。まあ、結構ね、見た目は 2D でこんな感じですけども、しっかりとしたね、アクション RPG、 そして、まあ、バーサバとか、あとデッキ構築、ローグライク、そしてモンスター育成も楽しめるというゲームになってるみたいなので、ぜひね、興味のある方は、Steam ストアの方もチェックしてみてほしいなと思います。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。